金太やんと銀太やん。昔、飴を売って暮らしているおじいさんとおばあさんがいました。二人には子供がいなかったので、わしらにも子供がいたらなあと思い、いつも神様に手を合わせて拝んでいました。ある日、いつものように飴を壺に詰めていると、飴玉が一つコロンコロンコロンと壺から転がり出ました。はて、これはどうしたことだ。不思議に思って見ていると、その飴玉からニュッと手が出て、足が出て、頭も出て、小さな子供になりました。おじいさんとおばあさんが、こりゃ不思議だなぁと思っていると、また壺から飴玉が一つ、コロン、コロンコロンと転がり出て、ニュッと手が出て、足が出て、頭も出て、小さな子供になりました。おじいさんとおばあさんは二人のかわいい子供を見て、この子供はきっと神様がわしらにお授けくださったのに違いない。ああ、嬉しいこともあるものだ。と言って大層喜びました。おじいさんとおばあさんは子供たちを金太やん、銀太やん、と呼び大事に育てました。金太と銀太はぐんぐん大きくなりました。そして大人もかなわないほどの力持ちになりました。その頃、山に大男が出て通せん坊をするので、誰も峠を越えることができず困っていました。大男に向かっていく者は皆噛み殺されてしまうということです。ある日、金太と銀太は峠の大男を退治に行くと言いました。おじいさんとおばあさんはびっくりして、子供に化け物退治などできるはずはない。どうかやめておくれ。と止めましたが、大丈夫だから行かせておくれと、金太と銀太は一生懸命頼みました。おじいさんとおばあさんは、とうとう大きな握り飯を作って二人に持たせ、送り出してやりました。金太と銀太は握り飯と長い綱を持って山をずんずん登っていきました。峠に着くと、大男が現れて金太と銀太を通せんぼします。二人は大男に向かい、俺たちと綱引きをしないかと言って、長い綱を大男に見せました。大男は、面白いことを言う奴らだ。よし、やろう。と言いました。金太と銀太は、峠の頂上を挟んで、大男と綱を引き合いました。よいしょ、よいしょ。ものすごい力で大男が綱を引くので、金太と銀太はすぐにクタクタになってしまいました。そこで綱を大きな岩に結びつけ、峠の頂上に登り、握り飯を頬張って大男の様子を見ていました。大男がますます力を入れて綱を引っ張ったとき、
金太と銀太はプツンと綱を切りました。すると大男はゴロンゴロンと谷に転がり落ちていきました。二人が谷へ降りてみると、そこには大きな古だぬきが倒れていました。金太と銀太がその古だぬきを担いで村へ戻ると、これからは安心して峠を越えられるとみんな喜びました。金太と銀太はそれからもおじいさんとおばあさんの飴作りを手伝い、4人で楽しく暮らしたということです。